市って言えば何ですか？ちくわ。ちくわ。早い。100%ちくわ。鳥取で砂丘行かないぐらいのイメージ。これはしてちくわ行かないかなって。行かないのは。今回は東名高速道路豊川インターチェンジを出て豊橋駅に向かっています。天の地のドライブしよう。天の地やってきたのは豊橋駅の目の前、こちらのビルにある豊橋市町中図書館。従来の図書館とは違う新しい魅力にあふれた図書館です。ちょっとお客さん、ん、立ち読みやめてくださいよ。静かに。こういうところ立ち読みしないでください。ちょっと今いいところなのよ。図書館なんですよね。最近面白いな。ようこそ。すみません。豊橋町中図書館。今まで私たちが知ってる図書館とはだいぶ違う空間になってますよね。これまでちょっと図書館に敷居が高くて行きづらかった人とか、うん、本を借りて帰るだけじゃなくてここの場所で会話ができたりとか、うん、ちょっと飲食ができたりとか、そういうふうにルールをしてます。あ、会話しても OK なんですね。 OK です。本はだからこう読み放題なわけですよね。そうですね、あの読むこともできますし、もちろんあの借りることもできます。それも無料？はい。豊橋住むんかな。普通 の、 あの図書館だと、うん、あの NDC という日本受信分類法っていうのがありまして、うんうん、管理がしやすいベルがありまして、うんうん、なんですけど、同じようにこの日本酒とかこういう塊がありますよね、うんうん、その中に例えばレシピの本もあれば、そのテーマにした歴史みたいな、その歴史もあります。最初こういう、ね、レシピの本とかが入ってもらって、うん、あのよかったらこういう本を読んでほしいなっていう提案です。読書の幅広がりますね。これレシピとかだったら僕もレシピ本出してんですよ。あ、ほんと？え？よかったです。がっつり食べたいのジャンルに入ってますね。あー、こりゃあー、これはもう仕事終わりだな。いや、本当に。これ何ですか、この部屋。ここはですね、あの、唯一静かに過ごしてもらうためのサイレントの部屋なんですけど、他はお話ししても大丈夫だ。そうです。ここは、はい、なんと優雅な時間なの、これ。館長、これ何ですか、これ座布団引いてある、うん、さあこっち側にスクリーンがこう降りるんですよ、うん、あるここであの映画上映でやったりとか、あの演奏もしたことあります、演奏ここでちょうど若手ライブにキャパやっちゃいます。愛知県豊橋市、豊橋市町中図書館は東名高速道路豊川インターチェンジからおよそ20分です。大丈夫です。